戦会から6週間も経ちました。どうも皆さん、マーキーです。いやー大変でしたよ。腹痛。まさか1週間も下痢が続くと思ってなくて。もうね、お盆休み前で仕事も立て込んでてね。おじさん、早く帰りたいのに涙目だったよ。そして、早く帰れたところで、便器と小1時間格闘。重い腰を持ち上げ、便器を離れるや否や。第2波。去年も食中毒やらかして、ひどい目にあったけど、今年の食あたりはトラウマもん。招きには申し訳ないけど、夏にはお弁当を持っていくのは怖いです。やほー、マーキーさんやってますね。今回もレインボーシックスシージを消耗していくの？あ、ナギーさん。そうだね、今回もレインボーシックスシージの実況をやっていきます。今回は、海岸線キッチン守りで超強いミラポジをご紹介します。ほう。で、どこが激強なんだい？まあ慌てないで。まずは、オープニングでやっていたように、A ボム側に強化壁、立ちミラ設置 C の、B ボム側にしゃがみミラ設置からあの、上を乗り越えられるようにショットガンで穴を開けておきます。そのミラ設置の現状がこれなんだね。そうだね。で、私個人の感想としては、ここの冷蔵庫裏で戦うのが強いかなと思っています。キッチン、トイレ、勝手口、すべてを見回すことが可能です。できれば、アッシュやゾフィア対策に A で ES も欲しいところ。そして、ここの何より強いポイントがここのミリミ。ミリミ？ミリ単位の細いところをロックすることだよ。先ほど設置した立ちミラのおかげで、勝手口側から侵入してくる敵のほとんどは、あそこのミラ裏にミラがいるんだな。で、ミラ横に開けた穴やキッチンの入り口に注意が行きます。決め打ちをするとしてもほとんどそこに打ち込むことでしょう。だがしかし、実はミラちゃんは冷蔵庫裏から覗いているんですね。みたいな守りができます。なるほど、立ちミラをおとりにする感じかな。うん、言葉だけだと想像つきにくいと思うので、実際にそれができたところがあるので、後ほど紹介するね。と言っているそばから1キル、全く警戒なしとは神兵かな。そしてこの謎 C4 である。祝報だよ。何のだよ。最強のミラポジと言いながら、ミラポジから離れて戦うマーキー。つい引く。まあ、ミラがミラ以外の場所にいても色をつけていいよね。あ、はい。敵はスレッジ残り一人だね。グレネードさえ飛んでこなければ、ここで待ち構えていて大丈夫なはず。フラグかな？赤ピンが廊下側につきましたね。そのまま入ってくることに期待。さらに廊下を進んだ。ってことは、メインロビーに向かってきそう。こちらの勝利だ。ふう、敵が思った以上に進んでたからびっくりした。もともと決め打ちしようとしてたから、よかったね。ぐう、クリアリングモッド強化やな。それでは、次に行きましょう。不可もなく不可もない攻撃ラウンドだったので、第2ラウンドはカット。要はあまり活躍できなかったんだね。それを言うな。まあ、先ほど言っていた、今左に見えている立ちミラをおとりに使った攻撃方法を紹介します。再び冷蔵庫裏、そしてバリケードの破壊音。敵はおそらく今、立ちミラを警戒中なはず。そしてここのミリミから攻撃。おー。マーキーさんがついに FPS で頭脳戦をし始めましたね。こりゃー、台風も毎日発生しますわ。日本人がレインボーシックスシージで活躍しやすいのは、レインボーシックスシージは単純な打ち合いでなく、こういう頭脳戦もできるので、作戦を立てるのが得意な日本人は、立ち回り面で外国人よりも優秀だったりしますもんね。まあ、それにマーキーさんは含まれませんか。私この3ヶ月で立ち回りで KD を3上げたんですよ。もっと褒めてください。まあ、来年みそじにしては頑張って成長してますね。それって褒めてんのかな？そういえば、いつの間にか動画をフル HD 化したんですね。そうそう、結局 OBS で録画もできないほど低スペックになってしまったようで、ラデオンのリライブっていう機能を使って動画を撮りました。たまに映像が崩れるのは GPU 支援を使って動画を撮っているためです。ですがこの GPU 支援がとても優秀なので、思い切って動画をフル HD にしてみました。ほう、じゃあ今後は割と綺麗な動画を見れるのかな？期待してください。OK。あ、そういえば、動画投稿再開してから、チャンネル登録者激減しましたね。ぐう、それは言わないでくれ。まあ、前にマーキー .tv で活動してたから、なんやマニキのお部屋って、消したろ、みたいな感じで消されていると予想。確かにそうなんだよね。小学生リスナーを増やすために、チャンネル名を日本語にしたんだけど、それが今になってあだとなっている感じかな。でも、こうゆっくり実況やっても視聴者数が増えない現状、
もう生声でやってもいいかな？私、ついに首か。短い間でしたが、ありがとうございました。って、潔いな。まあ、この2週間に一度だけ動画を投稿っていう、投稿頻度もどうにかしたいよね。そうそう、2週間かけて編集するのも割に合わないのよね。だから、前みたいに、生声とゆっくりを2つ投稿していくようにできたらいいかなと思ってます。動画を見てもらうためにはトライアンドエラーを出さないと、改善の仕方もわからないしね。とまあ、こんなこと話しているうちにあっという間に一人はキッチン向こうで死んでいるので、ライオンだな。もうライオンの能力は3回使ったので、ただ単にこちらに入ってくるだけだと思いますが、ミラで覗いておきましょうかね。こっからだと若干確認しづらい。そうだね。で、フラッシュか。まああまり直視しなかったから、あまり重傷じゃない。ぐっそ。ボムが邪魔で弾当てられなかった。もうそこにいるのわかっているし、生きりピークするか。特攻するわよ。つけててよかったレーザーサイト。まあ、キーさん危な。なんでここ開いているの？やっぱり気づいていなかったか。でも、居場所は分かったからあとは決め打ち。イエース。いやー、勝てちゃいましたね。最後の一人になっても、落ち着いてプレイできるようになったのが、大きいね。いやー、なんか勝てたら GF2 やりたくなってきたぞ。なんでやねん。とまあ、やってきましたレインボーシックスシージどうでしたか？今後も動画投稿活動を続けていこうと思っていますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回ごきげんよう。バイバイ。